どうもこんにちは。今回は僕が山に必ず持っていくお気に入りのハイキングギアを15個紹介しようと思います。紹介する順番としては、前半にウェアやパンツなど、後半にザックやマット、その他備品を紹介していくので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは早速見ていきましょう。まず最初にティートンブロス剣ライトジャケット。登山ウェアでは珍しい日本のブランドの商品で、2020年のモデルからバージョンアップしたものになります。アクアブレスといった素材で作られてて、通気性が高く柔らかくて軽いウェアになっています。真ん中にジッパーがないことで、前にかがんだり足上げの動作がより快適にできるようになっています。手首の部分も内側だけゴムが入っていて、パタゴニアのフーデニージャケットと同じような作りなので、時計をしていても引っかからないですし、腕まくりもしやすくなっています。一応ソフトシェルなので、夏は雨や風対策として使って、冬は天気が良くて条件が整っている雪山とかに使う予定です。あと解説動画がある公式サイトのページを概要欄に載せているので、よかったら見てください。次、パタゴニアテルボンヌジョガーです。かなり軽量で履き心地が最高のパンツ。これはほぼ毎日履いてるくらい、アウトドア以外でも活躍するパンツです。全体のシルエットも良く、サイズにもよってくると思うんですが、肌との隙間がちょうど良くて、汗をかいてもピタッとなりにくいので、常に快適に過ごすことができます。生地が薄いので、風が強い時なんかは少し寒さを感じますが、タイツや簡単に脱ぎ着ができるレッグウォーマーなんかで補えばいいかなと思っています。かなりコンパクトになるので、別で持っていく際にも全く邪魔になりません。次、ブルックストレイルランニングシューズ。片足 312g で軽量かつクッション性、速乾性に優れたトレイルランニングシューズ。撮影前に少し汚れがあったので、洗ったところ2時間もあれば完全に乾きました。普段外に出る時もこれを履いているんですが、歩くのが楽しくなる一足です。次、モンベル5本指ソックス。足の汗がより吸収されるので、常に足をドライに保ち、快適に過ごすことができます。素材的にも臭くなりづらいので、長期的なハイキングに向いています。次、オークリーサングラス。一番自分にフィットしているサングラスだと思います。僕には十分な遮光性で、軽いのでずっとかけていても耳が痛くなりづらいですし、かけていても目が見えるので、父や友達と登ったりするときや、すれ違う人たちに挨拶をするときなんかは圧迫感もないので、すごくいいと思います。はい、前半は5つを紹介しました。今からは後半のザックやマット、その他備品についての紹介をしていきます。ハイパーライトマウンテンギア。軽くて丈夫、大口なのでパッキングがとてもしやすい。使えば使うほど柔らかくなっていく印象で、より自分に馴染んでくるようなバックパックだと思います。外ポケットがあるので、すぐに必要になりそうなものを入れておくとアクセスが楽です。大きさは40リットルで十分なほど荷物が入ります。次、サーマレストネオエアー X ライト。これは疲れている時にとても役立つエアマットです。ある程度までは付属のスタッフバッグで膨らまして、最後の方は口で膨らませてパンパンにします。横幅長さも十分にあって、かなり快適に眠ることができます。以前はマット一つで寝ていたんですが、なかなかいい睡眠ができず、次の日に体が痛いっていうことが結構ありました。ですが、このエアマットを導入したことで、よりよく眠ることができ、健康的なテント泊登山ができています。これもかなり軽量でコンパクトになるので、このようにしてザックに入れています。次、サーマレスト Z シート。これは前の動画でも何回か紹介したものなんですけど、休憩の質を上げてくれる最高のアイテムです。岩がゴツゴツした場所や雪や雨で濡れている場所でも十分な休憩を取ることができます。これも軽くてコンパクトなので、いつもザックの外ポケットに入れています。次、マックパックの財布。かなりシンプルで無駄のない財布。マジックテープになっていて、中にはポケットが2つだけ。財布のチャックがあまり好きではないのと、大口でアクセスがかなり楽なのでおすすめです。次、手ぬぐい。いつも持ち歩いていて最強のアウトドアアイテムだと思います。軽いし、すぐに乾くので臭くなりにくいです。僕は温泉とかでも使っていて、これで体をこすって洗ったり拭いたりしています。帰りはザックの横に縛っておけば、いつの間にか乾いている感じです。
これは中学の剣道の授業の時に買った手ぬぐいですね。なかなか渋い。次、ソーヤーのミニ浄水器。山に行く時は事前に水場がどこにあるかをある程度確認してから登ってて、そうすることで自分にとって必要以上の水を運ぶことを避けて軽量化につなげています。こういった水場を見つけたら、こんな感じで水を汲んでボトルに入れたり飲んだりしています。次、アンカーのモバイルバッテリー2万ミリアンペア。1泊2日では1万ミリアンペアでもいいと思うんですが、万が一のことも考えていつもこれを使っています。以前タイに行った時なんかは、島に行くまでにバスの移動が片道4時間くらいあって、ずっとアマゾンプライムで映画ばかり見ていた時があったんですが、その時はさすがにこのバッテリーもなくなりかけましたね。次、リップクリーム。これはなかなか動画に出てこなかったアイテムなんですが、日焼けや乾燥を防ぐためにいつも必ず使っているものになります。よく乾燥するので頻繁に塗っています。次、日焼け止め。これまで日焼け止めをあまり塗ってこなかったんですけど、山ではかなり日焼けしますし、下山後にヒリヒリして温泉が楽しめない時なんかもあったりして、ちゃんと日焼け止め塗らないとなと思って、最近はしっかり塗るようにしています。次、アルコール除菌シート。意外と大切なアイテムで、食事をする前に手を拭いたり、食後にクッカーを拭いたり、自分はティッシュで拭いてから除菌シートで拭いてるんですが、かなり綺麗になるので、これも山に行く際には欠かせません。はい、いかがだったでしょうか。以上、15個が僕のお気に入りで必ず持っていくハイキングギアでした。僕もまだまだ勉強中ですので、おすすめの商品がありましたら、ぜひコメントで残していただけると嬉しいです。それでは動画はここまで。この動画が少しでもいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。また近々2泊3日で縦走登山しようと思っているので、そちらの動画も楽しみにしていただけると嬉しいです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。